チャイコフスキー・パドドゥは、1960年にニューヨークで初演されたバレエ作品である。ピョートル・チャイコフスキーが、白鳥の湖初演の後に追加作曲した第3幕のグラン・パド,ドゥの曲に、ジョージ・バランシンが振り付けたもので、バレエコンサートなどで頻繁に上演されている。この曲が作曲された経緯については、以下のような説がある。1877年に、 白鳥の湖がモスクワで初演された際、オデット役の初演者だったペラゲーやカルパコアの役を引き継いだアンナ・ソベシチャンスカヤは山幕でパドドを踊りたいと希望していた。彼女は白鳥の湖の初演を担当したユリウス・ライジンガーの振り付けを嫌って当時サンクトペテルブルクにいたマリウス・プティッパに自分のためのパドド振り付けを依頼した。プティッパはソベシチャンスカヤの依頼に応じ、 レオン・ミンクス作曲のパドルを振り付けた。その話を聞いたチャイコフスキーは、すでに、白鳥の湖で、多くの曲が削除されたり、他人の曲とすげ替えられたりしていたのにもかかわらず、このパドルの追加に反対した。最終的には、両者が歩み寄り、チャイコフスキーは、ミンクスが書いた楽譜を受け取ると、ソベシチャンスカイアが振り付けを変えずに踊ることができるように、曲を書き直した。 ソベシチャンスカヤは大いに喜び、チャイコフスキーに新たにバリアシオンの作曲を依頼した。この時ソベシチャンスカヤが依頼したバリアシオンの曲が、現在でも白鳥の湖で時折踊られる、ロシアの踊りと言われる。ただし、このパドドゥおよびロシアの踊りについては、ソベシチャンスカヤが依頼したものではないという説もある。しかし、ミンクスがソベシチャンスカヤのために書いたというパドドゥの、 楽譜などは発見されておらず、この曲自体がその時に書かれたチャイコフスキーの新作なのかについては、専門家の間でも意見が分かれている。この曲は初演後に楽譜として出版されなかった上、1895年のマリウス・プティパとレイフリワの譜による祖演版には採用されなかったため、忘れ去られていた。1953年、クリンにあるチャイコフスキー博物館に所蔵されていた。 未発表作品の中からこの曲が発見された。ただし発見時にはバリアシオン2を除いてすべてピアノ用楽譜の状態であり、しかもレペティトール用に様々な注意事項が書き込まれていた。振付へのブラジー,イーミル・ブルメイステルはモスクワ音楽院などの教授を務めていたビッサリオン、シェバリーンに依頼してこの曲をオーケストラ用に編曲した。ブルメイステルは 曲の差し替えやリッカルド・ドリゴによる編曲を配し、チャイコフスキーの原曲を尊重して新たに演出した、白鳥の湖山脈の黒鳥のグランパドドゥに、アダージョと男性のバリアシオンの2曲を使用した。後にこの曲の存在を知ったジョージ・バランシンは、クラシックバレエのグランパド,ドゥ形式による作品を振り付けた。初演は、ニューヨークシティバレエ団で当時プリンシパルを務めていた。 ビオレット・ベルディとコンラット・ルドローによって1960年3月29日に行われた。その後この作品はバランシンの代表作として評価され、名だたるスターダンサーたちが世界中で踊っている。作品はクラシック・バレエのグラン・パド・ゥ形式にのっとってアダージョ、男性のバリアシオン、女性のバリアシオン、コーダで構成される。 ただし、クラシックバレエのグランパドゥと違って、ダンサーが特定の役柄を演じることはなく、物語の筋もない。また、観客の拍手喝采を浴びるために踊りやコーダの音楽を中断するようなこともない。女性ダンサーの衣装には、クラシックチュチュではなく、ジョーゼットのような薄手の布地で作られたミディッタケのワンピース風コスチュームを採用している。男女二人の踊り。 弦楽合奏から木管楽器の演奏へと続き、再び弦楽合奏が二丁丁4分の4拍子のモデラートで奏される。この導入部に続いて、二丁丁8分の6拍子アンダンテのバイオリンソロへと続く。舞台上には先に女性が、やや遅れて男性が登場して、時折リフトを織り混ぜた緩やかなアダージョを踊る。クラリネットでのカデンが奏され、 感弦楽の前奏で盛り上げた後に静かに曲は集結する。男性のバリアシオン。アレグルモデラーとヘ変度蝶々8分の6秒し快活な旋律が金管楽器から弦楽器へと引き継がれていく。男性は大きなジャンプやトゥールアンレールなどのテクニックを織り混ぜて躍動的に踊る。女性のバリアシオン。アレグロ、二蝶々4分の2秒し 弦楽器が奏でる、露ン調の短い旋律から始まり、木管楽器が加わって展開する。女性は、細やかなステップを見せながら、軽快に踊る。男女二人の踊り、アレグロモルとビバーチェ、イチョウチョウ4分の2拍子。この曲は、小論ド形式により A、B、A、C、A で組み立てられている。男女が一人ずつ交互に、または二人一緒に踊り、 大きなジャンプや速い回転、連続のフィッシュダイブで盛り上げた後に男性が女性を高々かかトリフトしたまま素早く舞台の袖へと消えていく。ありがとうございます。